はい、こんにちは。栃木の竹志農場です。竹志農場のかぼちゃですね。で、今年はね、以前の動画でも何回も言ってますように、ウリハムシがね大発生しまして、このかぼちゃもだいぶやられました。まあですがね、2、3回続けてね、殺虫剤かけましたら、一応ね、ウリハムシの害は止まりましたので、これから種子をね、育てていきたいと思います。で、画面ね、右手が南側になっておりますので、種子をね、とりあえず1本、南側に向かって出したいと思います。で、今同じ方向に向けました。それとね、株元の除草ですね、草生えてきましたので除草も兼ねて、種子をね、一定の方向を南側に向きを揃えました。はい、この後ね、出てくる2本目の強い枝は、第一側枝ですねにして、かぼちゃは2本仕立てでいこうと思います。今回はね、はい、かぼちゃ2本仕立てで、とりあえず今回は種子ですか、種子の方向を、一定の方向南側に向けるという作業をしました。はい、以上です。